中津川は、群馬県、長野県及び、新潟県を流れる信濃川水系の一級河川。流域には、秘境として知られる、秋山郷がある。群馬県東郡中野城町大技に有山の北部に、のぞり湖がある。その周辺にそびえる山々から流れ出た渓流が、のぞり湖へ注ぎ、湖の北端ののぞりダムより流出し北へと流れる。この時点では洗濯とも呼ばれる。 魚野川を合わせ、霧明温泉で雑魚川を合わせる。秋山郷の集落や中津川渓谷を流れ、新潟県津南町大和上げ船が出しで、信濃川へ合流する。中津川空撮中津川を流れる水を利用した水力発電所の建設は、大正時代に始まる。水利権を取得した新越電力によって、中津川第一、第二、第三発電所が、 相次いで運転を開始し、総出力およそ6万キロワットという一大電源地帯となった。戦後は東京電力が事業を継承し、再開発事業に着手。中津川第一、第二発電所は出力増強。再下流の中津川第三発電所は廃止され、代わってデフナト発電所が新設。上流では渋沢ダム、霧焼発電所を新設し、水源には、 のぞりダムによって、一大人造湖、のぞり湖が誕生した。2007年現在、中津川筋の水力発電所総出力は17万、キロワットに及び、2009年には新たに、土地川発電所が完成する予定である。国道405号、通行規制地点切りき温泉から、のぞり池までは、人家も道路もない。秋山号を訪れるには、新潟県側から、 のぞり湖を訪れるには、群馬県側からアクセスする。下流より記載。ありがとうございます。